はようございます、一ノ瀬はじめです。おはようございます。今日の朝ごはんは旅館の久保さんでいただきます。これはこれなんだろうね、これが大根おろしと納豆と漬物と鮭の塩焼きで、あと海苔で、ご飯はおひつに入ってます。これ、うん、あ、そうかも ね、 そうね、うん、多分そうだ、ね、それではいただきます。この味噌汁めちゃめちゃうまい、うん、美味しい。いや、偏光フィルターつけてもめちゃめちゃ明るい。回してもダメか、偏光フィルターつけてもこれだな、全然白飛びしちゃって明るすぎる。それではね、今旅館を後にして、今日泊まった旅館はね、旅館久保っていうところですね、うん、それではちょっとね、新右衛門さんに教えてもらった喫茶店に今から移動してモーニングいただきたいと思います。再び咲いた岐阜の桜って書いてあるね、これ桜まだ咲いてない、ちょっとまだ寒いかな、この辺で咲くのはね。でね、この下にある川がね、鮎とか取れて結構みんな鮎釣りに来る有名な川みたい。はい、昨日グルドンミンのね、新右衛門さんに教えてもらった、インスタ映えしそうなね、喫茶店カフェを、このコーヒー清水コーヒーさん、うん、コーヒーギャラリーっていうところねを教えていただいてやってきました。それではね、今から中に入っていきたいと思います。すごいね、こんなとこに水車がある。水車、うん、お店の庭がこんな感じ。めちゃめちゃ川の水きれい、下まで透き通ってるね。いいね、この電話、アイスカフェオレとモーニングセット、これトースト、トーストと、これ何がついてるんだろう、ジャム、ジャム、リンゴジャム、リンゴのジャム、へえ、とサラダとヨーグルト、リンゴのジャム入ってる。え、ヨーグルトにも、うん、あ、本当だ。 このトーストちょっと変わったトーストだね、ふわふわだし、普通のなんだろう、小麦粉のトーストじゃなくて、ちょっと分かんないけど、緑っぽい、でも美味しいね、ちょっと子供にも大人気です。この川のせせらぎすごく癒されるね。なんか遠くの方にお城が見えるね、あれ八幡城かな、ちょっと行ってみようかな。はい、新右衛門さん町会の、清水コーヒーさんを出てですね、一旦ちょっと戻りまして、母ちゃんがね、ちょっと道の駅に寄りたいということで、郡上のね、道の駅に戻ってきました。それではちょっとこの道の駅を探索したいと思います。こんな感じ。これ誰だろうね、分かんない。名馬スルスミの像って書いてあって、騎馬像梶原源太、なんて読むんだろう、分かんない、漢字読めません。この人知らないな、知らない。この辺の多分有名な人だね、うん、結構大きいね、ここのね、サービスエリアね、いろいろ食べるところもあって、まだこっちの方になんか新しいの作ってるね、うん、この道の駅からの眺めすごくいいね、あ、うん、下に降りられるね、うん、あっちの方から、あっちに階段見えるもんね、行ってみよう。なんか魚泳いでるね、うん、鯉かな、すごいでかいね、すごいでかいよ、すごい、まだでかい、あそこに3匹並んで泳いでるね本当だ、親子かな、どうだろうね、一匹ちっちゃいもん、ほんと、これは何なんだろう。池の真ん中になんか建物できてるけど、ここからは入れないな。これ柿の木なんだね。耳柿。ここら辺の有名な柿なんだ。
川の水めちゃめちゃ綺麗。そこまで全部見えるね。透明度高っ。はい、川のほとりまで降りてきました。いつも鮎取りに行く感じのね、綺麗な川。ここら辺から湧いてんのかな。こっからずっと来て川に流れていきます。はい、母ちゃんが頼んだけいちゃん焼き定食。まだね、煙出てこないから開けられないね。子供用の、子供、キッズプレート？キッズプレート、キッズランチ。お野菜がちゃんと食べてる。はい、せーの、パカパカパカ。これけいちゃん焼きね。はい、僕が頼んだナポリタン。なんかね、ナポリタン頼むとこのサラダとコンソメスープがついてくる。このコンソメスープ結構美味しいよ。このね、ナポリタンがね、スキレットに入ってるのがちょっとおしゃれだね。はい、トイレ休憩で以前も寄ったことがある席のサービスエリアに寄りました。ね、とりあえずトイレ済ませようで、はい、トイレ休憩終了。それでは次のね、川島パーキングエリアに向けて移動します。偉いよ、牛串買わなかった、偉い。次に何だろう。バレた。はい、諸事情により川島サービスエリアには寄れず、お家に帰ってまいりました。帰っちゃったよね。それでは撤収作業開始。開始。はい、旅行から帰ってきてね、今ドリキンさんのライブ配信聞きながらちょっと20分ぐらいステッパーやってみました。ちょっと疲れてたのでね、690ステップと少なめですが、それでも汗だくです。それじゃあシャワー浴びて旅の疲れを落としていきます。はい、風呂入る前にもね、ちょっと13分ほどやってみました。あんまりもうこれぐらいだと息はちょっと切れるけど、汗は滴ってこない、にじんでくるぐらいかな。それでは風呂入ってその後晩飯食べたいと思います。はい、それではね、もう母ちゃんも疲れてるので外に夕飯を食べに行きたいと思います。車酔いやね、母ちゃんは車酔いや。それでは出発。出発。おう。はい、ね、晩ご飯食べにイオン茶屋店にやってきました。来たよ。それではフードコート向かいます。結構お腹空いてるんで、このオムライスにしてみようかな。2015年のオムライススタジアムの日本一、これ食べてみます。僕が選んできた一番なんかこれで賞取った的なオムレツ、オムライス、ハヤシライスとオムレツとチーズとハンバーグが乗ってる。すごいね、すごいね、贅沢だね。すげえうまそうだよ。じゃあいただきます。子供たち食後の運動中。運動中だね、はい、ご飯終わりました。それではお家帰ります。お疲れ様でした。はい、それではね、今日はこんなところで、それではね、今日はこんなところで動画を終わりたいと思います。やたら食べたね、はい、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。